すごい、メノランチューってめっちゃ珍しい。そうですね。珍しいのにこんなにめっちゃおる。こんにちは、みこみこです。前作に続きまして、続きをご覧ください。どうぞチャンネル登録お願いします。こちらはオランダシシガシラショートテールです。こちらはビッグサイズです。多分拳ぐらいあると思います。私の手は大きいので多分拳も大きめだと思います。今見ると牛筋も混ざってますね、この水槽は。失礼しました。こちらもビッグサイズです。続きましてこちらもランチューのミックス、ビッグサイズですと思ったら牛筋も入っていました。ということは丸いものの金魚で揃えたら同じ水槽で買えるということですね。こちらはオランダシシガシラハーフムーンテールビッグサイズです。さっきからビッグサイズ、ビッグサイズと言ってますが、普通の金魚屋さんにはビッグサイズは置いてないですからね、本当に。置いてたとしても、1匹か2匹ですかね。私が訪問した金魚屋さん、結構な数ありますが、これだけの数は本当に珍しいです。だいたい20センチから25センチぐらいあります。こちらもランチューのミックス、ビッグサイズです。やっぱり体が小さければ小さいほど安定しないと言いますか、育てるのが難しいので、大きい金魚は安定してるのかなというイメージがあります。これだけ大きかったらね、水槽1匹だけ買っててもすっごい迫力があって可愛いと思います。お待たせしました、メノランチューですね。本来こちらはすごく珍しい種類になってます。なぜこんなにいるのかすごい不思議で仕方がないですが、開いた口が見たがらないとはこういうことですね。早めの購入をおすすめします。こちらはお店の中で一番大きかったジャンボサイズのオランダシシガシラハーフムーンテールです。めっちゃでかい。ヒレを合わせると25センチ弱あると思います。
とりあえず大きい。かっこいい。ハーフムーンテールはすごいヒレが豪華。一作目も出てきました。ゴジラクロランチューです。かわいい。1匹だけ違う女の子が入っていたので、店長さんに聞いてみました。来てくれよ、かわいい。これ一緒の種類なんですか？違う。あ、違うんや。あれ、はい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 。同じ品種やけど、はい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 、突然変わった。へぇ、黒いやつからこう色抜けてくる。はいはいはい。親がいろんな影絵から出してるから。ああ、なるほど。いかがでしたでしょうか？まだまだ、紹介したい金魚はたくさんいますが、皆さんが来ていただいて自分の目で見ていただきたいので、ここら辺で金魚紹介は終わりにしたいと思います。絶対に丸物の金魚が見つかるお店、特にランチューオランダ獅子頭はたくさんいました。詳しくは、インスタグラムフィッシュマスター岡で調べてください。この後金魚以外にもお魚さんがいましたので、軽くご紹介します。いよいよ交流に移っていきます。決めました。交渉していきたいと思います。多分3万円って言われるやつ。めちゃくちゃ高いと思う。値引きしていただけるか頑張って見ていきたいと思います。レッツゴー。います。あ、います。あ、そうなんですか。わかりました。ちょっと待っておきます。私この子かな。いや、これ。これ、ちょっと待ってください。この子どこいたの。どこいたの。あ、あの子かな。あの子が欲しいんですけど、今日あの子です。この子。これ。この子。その子。いや、本当ですか？いや、嬉しい。お、ありがとうございます。これちょっと入れて。はい、あ、すごい。2万くらい。うわー、高い。大きい。大きいですよね。この子をいくらで買えるかは君次第。あ、すいません、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。またお願いします。お迎えして1日が経ちました。転覆しないか心配していました。無事水合わせも成功し
し元気に泳いでくれています。じゃあ、かわいい、癒されますね。一緒に入れてる金魚さんたちもすぐに慣れてくれました。前から入れてる子たちに比べるとやっぱり大きいです。この黒目と模様が気に入りました。これからもよろしくね。よろしかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。これからも金魚だけでなくフクロウやフクロモモンガ、あと爬虫類などの動画も上げさせていただきます。そちらの方もチェックしてみてください。3、2